大事次は、熊本県熊本市南区にある、総東州の寺院。三号は大霊山、元九州本山。修行道場として騒動がある。本尊は、釈迦三尊。大寺前寺の名でも知られる。海山の寒岩議員が、後葉天皇の御子であったため、朝廷との結びつきが深く、真意を許可され、総東州の九州本山として、寒岩派の拠点となっていたが、 旅重なる火災で衰退した。海山の寒岩議員は、道元に参戦した、曹統州の僧で、二度の日僧の後、博多の招福寺を経て、日後に住した。地元の地頭、川尻康明は、寒岩に帰依し、境内地を帰進して、公安元年、大寺寺が創建された。寺は、亀山法王の直願寺となり、昭安2年に本堂が完成した。 昭平年間に消失し、大運火炎が再興。その後も中世を通じて、たびたび消失と再興を繰り返した。英正17年には戦乱に巻き込まれて消失。再興するも、天文9年にも戦乱に巻き込まれて、消失、天文15年に再興した。近世に入っても火災があり、協力2年に再興、明和5年にも消失している。明治時代初期には、 廃物希釈で荒廃。昭和9年には河川改修工事により、境内地が削られている。昭和期には沢木弘堂が滞在し、座禅を指導。昭和60年に再興された。角川日本地名大辞典編纂委員改編。角川日本地名大辞典43熊本県。角川書店。1987年。658から659ページ。 日本談義者、熊本文学ノート荒木忠しの,氏の1957年92ページ。ありがとうございます。